はい、えー、ハノイリビングの田口です。今私がいますのは、えー、ハノイの広材地区ですね。広材地区はい、ちょうど向こうにあのー、FPT ソフトウェアというね、ベトナムでナンバーワンの、えー、ソフトウェアハウス。 IT 企業ですね、はい、がもう本社ビルがそこに見えてますが、はいえー、ここですで、片道3車線の広い通りが抜けてましてね、このまっすぐ向こうに行くと、うん、ミーリンっていうね、ハノイの西部で、大きな通りにぶつかりますが、その通りの向こうが韓国人街ですね、この辺も結構、韓国人の人たちが住んでるエリアにはなりますが、まあ、あの完全な韓国人街はこの向こうですね。はい で逆に、この道をちょっと向こうにまっすぐ歩いていくと、数分ぐらいで、えっ、ー、とね、えっ、ー、と、瑞丹っていうね、鉱材の中でもまとまった、あの、オフィス街が出てきます。歩いてすぐですね、はい、ちょうど道がディック・ボン・ハウってね、ディック・ボン・ハウ通り、ディック・ボン・ハウ、発音がだめですけど、すいません、<laughs> ディック・ボン・ハウ通り、はい、の通りをまっすぐ行くと、えー、随端丹っていうオフィス街っていうね、 郊外ああの,の中でもオフィスが固まっているエリアのすぐ近くにあるこのまあ住宅街って言いますかねがありますで今日ご紹介するのは格安のサービスアパート格安ですこのね青い,はいこの,あの門構えのこの建物縦にひょろひょろひょろっとね2階3階4階5階ぐらいのまあ低いこの縦に一つ その横もまた縦に1つ、別の方のオーナーさんで、壁がつながってましてね、壁つながってまして、はい、あの、連塔みたいな感じなんですけど、はい、あの、これが1つの建物なんですよね。壁つながってるけど、オーナーが違います。えー、それぞれこう、縦に違う。き、はい、今日ご紹介するのは、ここです。この上。これ全部サービスアパート。まあ、2階のここが、何でしょうかね、スポーツ用品店みたいなのが入ってますけど、ここです。 入り口が、ね、ちょっと地下に潜っていってで自分での鍵で施錠を開けてここにチェックあの入っていただくとでエレベーターがあってでバイクとかも置いてますけど別にそこにあの自分のバイク自転車を置いていただいても結構ですね、はいでえー、じゃあエレベーターで、ね、この上上がっていきますけどサービスアパート、まあ、格安なんですよ、格安サービスアパートです。 はい、どんな感じかねこれからカメラにね入れていきたいと思いますので、はい、じゃあ上に上がりますね、はい、じゃあこれから部屋ですね取っていきますエレベーターで5階まで上がってきてこのお部屋が今空いてるということですねはい非常階段があってワンフロアに2つこちら側ともう1つ反対側と2つあるんですよねはいで今空いてる部屋をこちらなんでこちらをまずご紹介します入り口入ってこんな感じ まあワンルームですね。ワンルームスタジオタイプです。うん、面積は三十平米、三、う、十、ん、平米です。まあ狭いですけど、まあまあ単身向けでね、この分ぐっと家賃がお安くなっているということです。うん、なのでまああの安いところを探されている、できれば講材あたりに会社があるので、講材近くで会社の近くで。 ね、できれば自転車徒歩で行けるようなところ、ね、アパートを探しているかつ新しいね、うん、新しいアパートがあれであればなおいいと高材にあるアパートで安いって言ったらイコールねもう古いのしかないんですよねなかなかねここはもう本当に新しいアパートなのでいかがでしょうかと。 ただ、この三十平米というこの広さを、さあ、どう捉えていただけるかということですよね、うん。はい、まず細かく見ていきましょうか。はい、はい、ちょっと待ってくださいね。これ築何年かな。これは築何年だ。うん、書いてないな。 まあね、見た感じも綺麗なので新しいと思うんですが、まあ、新築したのか一度古かった建物を大リノベートしたのか分かりませんが、まあ、相当綺麗に作っているので、はい、どっちにしてみても綺麗な感じでお使いいただけるということですね。はい、まず入り口キッチンがあって2口の IH のクッキングヒーターですよね。うん、で電子レンジがあります。で一口のキッチンシンシク ポットとかね細かいところはさこういうねあのお皿とかお鍋とか包丁とか、えーえー、とお箸とかねいうのがついててきお、うん、でまあ、こういう収納があってキッチンの下に、はい、お鍋大中小フライパンも2つ結構ねもうあの自炊用品っていうのはしっかりと。 あとこうコップ類とかねこの辺もまあまあ、はい、白い秋の来ないものを用意してくれてると、はい、だからまあホテルとしてね短期で借りますという方なんかもいると思うのでそんな方のためにいつでもねカバン一つで入ってくるともうすぐにその日からその瞬間からあの生活ができるというような用意はされているアパートですね。 冷蔵庫も新しいですよね見た感じであ,あんまり使ってないんで本当にあに新調したんだなあっていうのが分かりますよね。うん、で TOTO の便器ウォシュレットまではつきませんけどヒップシャワーがついているとでグラスシャワーで、まあ、お湯のタンクがこの上にあるので、まあ、30リットルか50リットルか、まあ、シャワーでざーっとこう一人であの浴びる分に関しては全然問題ない。 と思いいまます。す、は、す、い。大丈夫ですね。ドライヤーも一応つきます、はい、こういう、ね、扉なんかもう綺麗なんですよね、本当にこうやって見たら、はい、あの古いなーっていう感じは一切感じられませんよね。はい、床のフローリングもまあまあ、はい綺麗にもう貼ってあるので問題ないかなと。でベッドもまあまあ、はい、これでセミダブルぐらいでしょうか。はい、横にはちょっとした、まあ、化粧台兼執務机みたいなものがあります。 で、えーっと、扇風機があってね、これ、嬉しいですよね、で読書灯なんかもついていると、うん、っていう感じですね、ダイキンのエアコンが冷暖房、ね、ちゃんとついていますねあの、冬も暖房できます、ハノイは冬もありますので、四季がありますから、はいえー、暖房できますね、おおお、はい、ベランダがあるんですよね、こんな風にね、はい、ベランダがある。 まあこちらのタイプはちょっと囲まれてるんですよね、ぐるりをね、な、うんかちょっとなーっていう感じはしますけど、でこれが洗濯機ですね、ねおそらくどうかなあ、洗濯機能だけか、乾燥機能はないかもしれませんね、はいはい、で洗濯サービスはここはつかないんですよ、はい、もう洗濯は自分でここでやってください。 はいハウスキーピングのサービスは週3回入ってくれますけど、うんあの洗濯もしくはアイロン掛けはここにアイロンアイロン台を置いておくので、うん、あの自分でやってくださいねっていうことになってます。はい収納がここだけ、本当収納はここだけです。うんあのえっとはい金庫があって引き出しがあってでここですね洋服掛けがありましてもう一つが こんな感じですね、はい、棚があってここも、はい、で上は天袋があ,あると。うん、で、えー、テレビがここにあってで下足箱ですよねこれね多分ね、うん、はい。まあここに靴を置いてくださいですよね靴を置いてください。まあ収納的にはもう本当に今のここの、はい、ここにあるクローゼット ととか収まるようにしてしてほいとあとはちょっとだけこうテレビ台のような台があってこの下も収納できる、はい、あのスペースはありますけどでもこれだけですね、うん、30平米っていうのが、まあ、いかにも単身者向けでもうスーツケース二2つぐらいで来るから大丈夫ですっていう人だけ、うん、ここはそれぐらいのもんだと思ってください。 はい、ウォーターサーバーもちゃんとつきますね。こういうグラス類もしっかり付いてます。はい、エアコンもね。代金ですから、あのタイマー設定でね。2時間後に切れるとかいう設定をしてお休みいただけますし、うん、まあ、問題ないかなと思います。はい、いまあ、新しさが目立ついいいいお部屋ですよね。感じですね。で、狭いのは全然オッケーです。っていう人であればこういうのもありかなとうんで、これがね。もう1000ドル近い金額。 900ドルか800って言うんだったらうんちょっとだったら金満やるんじゃないのってなりますけどまあ5600ドルぐらいなんですよねで、まあ、税金ね自分で払うから会社契約じゃないんで個人で自分の個人名義で契約しますっていう場合はレッドインボイスいりませんからそうするともう少しね1割安くなりますから、はい、結構500ドル前後ぐらいになってくるんですよねそうするとねはいそんなアパートです。 うん、安さをも最大限の売りとしてますが、はい。ただ、あのー、まあ、えっ、ー、と狭さがまあ、広さがそんなにひどくないということと、ここは高材エリア金まではありません。というところから安くなっているということですよね。はい、まあ、あのこのこの広さに対応できるという人であればはい。こんなのもあるかなとはい思います。はい。以上、レポート終わります。はい、えーとね。違う部屋。 はいに来てました。はいこんなタイプの部屋もあるっていうことですね。同じ広さは一緒です30平米のまあ、ワンルームですね。ワンルームはいこんなタイプもあります。まあ、正方形の形をしているんでね、まあ、使いやすいかなっていう気がしますよね。はい外を見るとね、まあ、これがねちょっとねなんかもう工事してるんですよね。これがね何だろうな何が立つのか。もうここまでで高さは終わりかな。 もうちょっと上に上がらないのかな、でもなんとなくこの建造物の形を見ると、もうここで終わりみたいな感じですよね。ちょっと何が立つのか分かりませんが、工事現場がこの横に見えてるっていうのがちょっとどうかなという気はしますが、FPT の本社ビルがあそこにそびえ立ってますよね。はい、こんな場所ですよね。執、はい、務机があってクローゼット、基本的には全部ね、仕様は一緒です。 ここに置かれているものの仕様は全部一緒ただ間取りが少し違うだけ、はい、エアコンもダイキンのエアコンキッチンも一口のキッチンシンクに二口 IH のクッキングヒーターにもう揃えてあるものお皿類、はい、ポットとか、ね、ライスクッカーとか全部一緒ですね、はい、で、えー、っとこれも洗濯機ですね洗濯機が標準でついてこれで洗ってくださいっていうことですね、はい、グラスシャワーバスタブはありません ウォシュレットもつきません。ただ、ヒップシャワーがついています。ということです。はい、こういうタイプの。はい、スタジオタイプ30平米もあるということですね。